はい、どうも、こんにちは。ブーチャンネルです。今回は、今来てるティアナガガチャ、引くべき人と引かない方がいい人を、さらっと話していこうかなと思います。引くべきか引かない、引くべからずか、引かない方がいいか、まあ、人によるんですけど、まあ、大方の人は引いた方がいいです。はい。引いた方がいい人、特にブランノワール持ってない人は引いた方がよくて、パーティーの主軸にできるキャラなんで、引きましょう。引かないと、闇鍋ガチャ、一般募集の方のウィッシュリスト登録から引くのにも結構時間かかっちゃうんで、特にパーティーが固まってないって人は引いた方がいいかなと思います。はい。で、引いて、ゴールドマイレージを貯めて、1周年に備えるがいいかなと思います。で、引かない方がいい人は、周年キャラ。引かない方がいい人は、周年キャラを嫁ぎたい人、多めに。嫁ぎたい人は、石を貯めましょう。はい。ゴールドマイレージもね、200必要なんで、1体取るのに。はい。それもあって、まあ、石貯める、っていうのがやっぱね、大事なんで、無課金、美課金の人は、で、周年を嫁ぎたい人はやめましょう。あと、ブランノワールね、持ってる人で、レイド関係、ソロレイドだったりとか、ユニオンレイドにそんなに、がっつりやらないよっていう人は、そういう人も引かなくていいかなと思います。はい。まあ、ただ今後ね、複数パーティーを使うコンテンツとかは、まあ、出る可能性があるんで、はい、それに備えたいよって人は引いた方がいいかな。で、一応引く前提のお話をするんですけど、引く人は、ブランノワールレベルのパーティーにはならないかなっていうのは、覚悟してほしいです。ブランノワールレベルの、安定感とかは出ません。正直。まあ、ティアがね、結構、まあ、前の動画で、割と、耐えれるやんって言ってたんだけど、やっぱりね、ハードとか上位の、ステージに行ったりすると、まあ、ステージによってはね、やっぱりヘイトで落ちちゃったりは全然したんで、まあ、安定感はブランノワールには匹敵しないかなと思いました。で、ただ、これも前の動画で見てたんだけど、火力に関しては、スキルレベル全然上がってないのに、めちゃめちゃ火力出せたんで、火力面で、ブランノワールには、まあ、多分勝てるかな、と思ってます。まあ、ブランノワールがちょっと強すぎるんだよね、現状。なんで、まあ、お手軽強さっていう、まあ、この子たちには、正直匹敵しないんだけど、とはいえ、こんだけ言ってるけど、強いです。ナガとティアは。まあ、引いときゃよかったなーって、思うぐらいには、なるキャラだと思うんで。はい。まあ、こんな感じかな。では、また。